皆さんこんにちは。歌をハッピーゴスペルの講師の若林めぐみと申します。今回ですね、ゴスペルの名曲のアメージンググレース、これを、私が一人でソプラノ、メゾ、アルトと弾きながら歌って、そこに少しアレンジしてソロを加えて一つの形にしてみました。驚くべき神の恵み、なんと美しい響きという奴隷船の船長をしていたジョン・ニュートンさんという方がね、作詞された有名なとても美しい曲になっています。本来は6月に私たちのサークルで、70名のクワイアの歌声と、そこに私が弾きながらソロを乗せて、お客様にお届けするという形で発表することが企画されていたんですけれども、このような状況なので、今年はね、こういった形で残しておこうと作品にしてみました。お聴きください。今回は、このような形で私が一人で各パートを歌って、スマホのアプリを使ってハモってるような形での作品を作りましたけれども、やはり合唱っていうのは70名のクワイアがいれば70名分の思いを声にして歌として、ハモらせてですね、その響きをこうお互い感じ合いながら一つの作品に作り上げて、それをお客様に届けて、客席側でもそれを受け止めて、素晴らしいなっていう感じてもらったものがまたステージに帰ってきて、それを受け止めながら私たちもステージの方でどんどん気持ちが盛り上がりながら、作り上げられていくものじゃないかなと思っています。
今まだ大勢集まって歌うということが許されない状況で、全国の歌を愛する人たちが本当に辛く悲しい思いをしていると思います。それでは、次はですね、2年ほど前に、発表させていただきました「オーサムガード」、すさまじき神という力強い曲をお届けしたいと思います。お聴きください。From